はじめましての方も、二度目まして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。はい、というわけで本日もやっていきます。クラップポイント、戦術的な観点から拍手をするポイントを3つポイント絞りまして、まあそこでね、拍手をすることによって異様な空間を作り出し、選手たちを鼓舞し、相手選手にプレッシャーをかけ、鹿島スタジアムを赤い要塞にしてやろうという企画でございます。はい、それでは下画面で映ります。はい、ということで今回ですけれども、まず一つ目のところから、まずこの試合ブロックを組んで対応するという状況が非常に多くなります。まあというのも、こういった形でね、相手がボールをビルドアップしてきた際に、まあちょっとね、こういう感じで、うん、ボールをビルドアップしてきた際に、まあこういう感じで5枚と後ろが3枚と2枚とっていう形で、こういう形で攻めてくるんですけれども、この時にまあスライドをしていきますよ。でスライドをしていくと、まあこちらの逆サイドから来ますよね。ただ多分この試合鹿島アントラーズはこういう形を取ったりとかして、相手のサイドチェンジのところに対してしっかりと対応してくるはずです。まあなのでこのサイドチェンジのボールに対して、例えばここで内側の選手がカットしたり、この選手がサイドチェンジのボールに対してカットしたり、ここが一つのクラップポイントになります。ブロックを組んでスライドをしていく中で、相手がサイドチェンジをしてきた時のここですね、ボールを奪った時、ここのところに一つクラップポイントを置きたいと思います。でもう一つ、ここのところから真ん中に展開します。そうすると大体こうやってプレッシャーがかかってきますよね。その時にカウンターで1枚フリーの選手にこうやってボールが渡ることがあると思います。ここのところでボールがフリーの選手、ここのまず第1の矢のところに対して振り切った時、この時に2つ目のクラップポイント、ここのところに2つ目のクラップポイントを置きたいと思います。はい、でもう一つ、まあ、攻撃で鹿島が攻めている時に、相手はまず 5-3 のブロックからスタートして、まあ、そこをね、サンペール選手が一列前に出て 4-4 のブロックになるよっていうような形になっていくんですけれども、その前のこの段階で、まあ、要するにサンペール選手が前に出てくる前っていうのは、前が3枚でここにサンペール選手が入ってくる余地っていうのはある程度与えながらやっていくような形に相手はなるんですね。なのでその時にこのサイドのところをまず一回攻略して、まあ飛び出してきて、その飛び出してきた裏、ここのところ、要するに後ろが5枚の状態の時にこの裏を取った時、この時に3つ目のクラップポイントということで、攻撃のクラップポイントはここのところに置きたいなというふうに思っております。はい、というわけで本日も3つのクラブポイント紹介してまいりました。ぜひとも試合中そういったシーンが現れましたら、ぜひとも皆さんでね、拍手をしていただいて、鹿島スタジアムを要塞にしていきましょう。 We must go on でチームを勝たせよう。ご視聴ありがとうございました。